店舗外観バラエティショップマットは、東京、秋葉原に店舗を構える、防犯装備や盗聴・盗撮機器等の特殊電気機器を扱っていた、バラエティショップである。秋葉原マット、あるいは単にマットなどとも呼ばれる。公式ウェブサイトでは、秋葉原マットと表記している。秋葉原に店を構えて30年以上、現在地に移転してから10年以上の営業実績がある。 他店にない商品を売りにしており、高性能暗視カメラ、デジタルレコーダー、スタンガン、特殊警棒、防犯スプレー、防犯ブザーなどの防犯用品のほか、隠しカメラ付き録画機など登場、盗撮機器及びそれらの発見機も同時に扱っていた。店長が嫉妬するという理由で、友達連れ、カップル、観光見物の客の入店を禁止していたが、 そういった客が実際に入店したところで退店を促されるようなことはあまりなかったという。このほか、軽妙な口調で政治風刺や時事問題等を繰り広げながら次々と商品を紹介していく店頭アナウンスが特徴でニュースサイト等で取り上げられるなど秋葉原の名物となっていた。このアナウンスが録音された CD は店内で数量限定で販売されていた。 このアナウンスはもともと販売の予定はなかったが、アナウンスを録音している客の姿を見た店主が、販売を決定した経緯がある。2018年2月下旬に閉店した。閉店の理由については明言されていないが、店内放送等からは、マナーの悪い外国人客が増えたことが原因であると、このめかされている。秋葉物欲、幻の一品秋葉名物 面白ショップの奇妙なオリジナル CD 絶対に笑ってはいけない CD? ついに第60弾を迎えた秋葉原の名物アナウンス。ありがとうございます。